はい、2022年度企画委員会はですね、経済地区室に所属してましたので、SX の推進というのがやっぱり地区の目標としてある。まあ、その中で、まあ、市民にいかに広げるか、中小企業にいかに広げるかってことを考えると、やはり SDGs、これを一般化させていくということを、注力いたしました。で、まあ、具体的には中小企業には、まあ、どういった取り組みが SDGs につながるかということを学んでいただいた後に実践する場として SDGs 体験祭りというのを飛鳥山公園のステージも含めてですね、借り切って、そこで実際に一般市民に販売してもらうということで、 SDGs に取り組みながらもしっかり事業としてまあ、テストマーケティングができるような出題をする。で、まあ、一般市民への、認知、これを拡大させるためにはやはりお祭りのような形にしなきゃいけないということで、先ほど申し上げたテストマーケティングの場としての SDGs 体験祭り、これを飛鳥山公園で開催することによって、3000人以上の動員が達成することができたと、まあ、こういった事業をやりました。お考えがあれば教えてください。やっぱり青年会議所単年の瀬なので、私がどうこうということはできないと思いますが、 SDGs の S ってやっぱりサスティナブルだと思いますので、持続していくことが大切だというふうには感じますし、企画委員会ある意味この SDGs 体験祭りも含めた、2022年度の事業をリアルで皆さん体験できたことによって、継続していこうといった土壌ができたんじゃないかなと思いますので、あとは次年度に思いを託したいというふうに思いますね。企画委員会としてはほぼ3年ぶりになる、まあ、リアルでの授業の開催という中で、いや本当に右も左もわからない中で、まあ、OB をはじめ、企画、産業振興課の方、まあ、をはじめとする企画の方々ですね、非常に丁寧に我々に接していただいた、そして温かい支援をいただいたことで事業ができたというふうに思っていますし、一緒に作り上げたことによって今後いろんな可能性が秘めていると思いますので、まあ、引き続き、東京青年会所企画委員会と企画と、あと関連する諸団体の皆様と一緒にまた企画を盛り上げられればというふうに思いますので、よろしくお願いします。明るい豊かな社会の実現を目指して JCI 東京。